足、図書館を模した施設。図書館？なんだそれ。過去に人類文明が作り上げた情報保存施設。データを見るのにハッキングする必要があるのか。ポッター頼む。了解。ヨルハ機体 A2 にハッキングインターフェースへのアクセス権限を付与。よし。この塔は機械生命体にとっての情報収集装置みたいだな。月面の人類サーバーの記録。機械生命体はそんな場所まで侵入していたのか。過去の人間の記録か。数が多すぎて拉致が開かないな。なんだ。ヨルハ計画における2号モデル運用概略。このデータは